皆さんこんにちは、千代美と申します。私は今、ロンドンの南にある町に住んでいます。英語を勉強するということは、他の科目の勉強とは違って、スポーツや音楽を身につけるものと同じだと思っていいと思うんですね。効率よくポイントを抑えて、逆に無駄なことは省いて、そういう勉強の仕方を皆さんと一緒にやっていけたらと思っています。英語と日本語の違いに、いつも注目してレッスンを進めるようにしています。パターンになっている構造を、頭だけではなくて、口からすぐに出るようになる、知ってることを使えるようになるということですね。あともう一点は文化的な違いから、日本語ではこういう時にこう言うけれども、英語ではこういう時にこう言うっていう違いが出てくるので、そういうものを、会話の練習の中で実際にあこうなんだということを体験していただく、この日本語を、いつも大切にしています。皆さんとカフェトークでお会いするのを楽しみにしています。